演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。はい、皆さん突然ですが大喜利って知ってますか？自分はテレビとかで見たことはあるんですが、あんまりそんな詳しくは知らないんですよね。なんかお題が出て、そのお題で面白い文を作るっていうような、そういうイメージが自分の中であります。で、なぜいきなり大喜利の話をしたのかと言いますと、実は先日ツイッターの DM でこちらのようにこういう大喜利をやってほしいというリクエストをいただいたんですね。なので本日はその大喜利を挑戦してみたいと思います。ただ本当に初めてやりますので、うまくいくなんていう、面白いなんていう保証はどこにもありませんよ。その点はご了承いただけますと幸いです。では一つ目のお題、こちらのお題ですね。スーパーコックリさん、コックリさんっていうと、確か自分昔漫画で読んだんですけど、でそういうのを題材にした漫画もあったはずなんですけど、確かコインの紙の字を書いた紙の上にコインを置いて、そのコインを動かしていくと霊が降りてくる、あれですよね。自分は確かヌーベイで読んだことがあるんですが、これの長版どういう風なもう流行りをするのかな。霊が降りて、確か災いをなすみたいな感じでしたね。で、それに蝶がつくとどうなるのか。課金していくと、その呪いがどん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 大きくなっていく、コックリさん。それが蝶コックリさんですね。今、人の世の中なら、スマホでどんどん課金とかしちゃいますから。で、気づいたらとんでもないことになっていたりする。まあ自分はそういう経験はないんですけど、そういう方も結構ニュースとかになっていたりするので、それのコックリさんでもあり得るのではないかと思います。もちろんやりすぎには注意ですね。では続きまして、お題はこちらですね。忍者屋敷にふさわしくない罠が発動した？忍者屋敷か。漫画とかだとイメージはつくんだけど、実際どんな屋敷なのか。そうだ、漫画で読んで、確かウグイス張りの床っていうのがありましたね。確か上の床を歩くと音が鳴る仕掛けになっているやつです。で、それを踏むと小林幸子さんの千本桜が流れてくる、こんな罠はどうでしょうか。演歌なんですけど、演歌じゃないみたいな形で見つかわしくないのではないかと思います。でも演歌なので、ちょっと似て和風も入っていたり、いろいろ考えられますけど、どうしたらいいのかな。はい、というわけで本日は大喜利に挑戦してみましたが、あまり自信はないのですが、とりあえずやれるようにだけやってみました。で、最後にお題なのですが、今回このコラボをやって提案してくれた方が何かやっているということですので、その方に、そして皆さんに、こちらのホタル、ブラックホール、カナのこの4つを使って、いつも自分が動画の最後にやっている俳句をやっていただきたいと思います。もちろんやっていただければの話ですよ。もしやっていただけるのであればコメント欄に投稿してくださいね。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。